仕込み1テーママルチ商法の罠大学の友人から投資で儲けているすごい人がいる話を聞いてみないかと誘われその人に会った曰くバイナリーオプションの投資システムがあり指示通り投資すれば OK システムが入った USP は50万円購入のために必要こう説明されたもちろん高額なので無理だと言ったが友人から学生ローンで借りて儲けて返済すればいいと言われ借り入れの方法を教わって契約した ただ何回か投資をしてみたが儲かるどころかマイナスになるばかりだった儲からないというとこの USB を他の人に勧めて購入してもらえばマージンが入ると言われたお疲れ様です社畜ジャパンです今日はマルチ商法の罠をテーマとした当事者の口コミを紹介します口コミ2 マルチの勧誘はだいたいこんな感じの流れ。1、フットサル、パーティー、立食会、異業種、交流会に呼び出し。2、何気ない話から仕事につなげ、将来への不安を煽る。3、お金の勉強、と特定のビジネス本を読むように進めてくる。4、誰か別の人間と合わせたがる。5、勉強会と称した集まりに呼んでくる。6、ターマンに住んでいる人に案内される。 マルチ商法として有名な会社じゃないけど、限りなくマルチに似たような仕組み。それを巧妙に隠し、接近してくる集まりもあるので、要注意。口コミ。三。連絡を取っていなかった知り合いが、金持ち父さん貧乏父さんの本を手に会いたがっていたら警戒しろ。世界的にベストセラーであり、本の内容自体は間違いなくいいため説得力が強い。食いついてしまうと最後。成功者に合わせて夢のある話を聞かせる。周りの悲観は、貧乏父さん一直線。お前こそ目を覚ませ。 最初は辛いけど自己投資だ自分のビジネスを持て。まずは与えろ。そうしたら何倍にも返ってくる。とか言って丸べ込んでくるからな。ちなみにこの本の著者の会社は倒産している。口コミ4。みんな何者かになりたいんだよな。近道なんてないのに。本当に稼いでる奴はわざわざ他人に儲け話はしない。無知が多いので、その事実を声を大にして教えてやってよ。 感情論を持ち込んで寄って集まってくるのは小金持ちか詐欺師がやること。謎の儲け話は詐欺かマルチ確定。儲かることはちゃんと一家一族でやりますもん。代々のメーカーや資産家は嫌がら名簿があり、お金持ち同士繋がりが多いですよ。資産も代々継ぐ専門の銀行担当者がいるため、怪しい儲け話は縁がありません。口コミ5 本当にあった怖い話。学生時代は文部両道でクラスのマドンナだったあの子が突然仕事を退職。そして謎のツーブロックスーツ男子に囲まれた写真を SNS に投稿し始める。そいつらのイメージはプルデンシャルゴリラで OK。それまでは至って普通の SNS の投稿内容だったものが、なぜか謎のホールでの集まりの投稿に偏り始める。そうしてしばらくするといきなり、会おうよと連絡。思い出と懐かしさを胸にいざ再会すると、そこはセミナー会場だった。 口コミ6。副業は人に教えてもらうものではなく自分で開拓するもの。もちろん儲かる副業はあれど簡単には儲からない。短時間で何の努力もなしに儲かることはない。そもそもアムウェイで成り上がれるなら普通に会社で仕事をして成果を上げた方が収入も上がるし安定する。それだけアムウェイの難易度は高い。マルチにはまり友達を失いマルチを辞める。そしてマルチ仲間も消える。これが地獄のスパイラル。孤独一直線。 どんなにお金を持っていても人間関係が破綻していたら幸せを感じることはできないことを忘れてはいけない。口コミ7マッチングアプリをやっているとマジで新宿や渋谷で活動している怪しい副業やマルチの勧誘とマッチするみんな気をつけようちなみに俺自身はサッカーサークルで勧誘された純粋に球を蹴りたくて言っていたらそれなりに仲良くなってちょっと先の未来のことを話したら連行夢を叶えるために頑張ることもできるし運命や未来もある程度は変えられる。 ただ、こいつらの思考は変えられねえと感じた。一度洗脳された人間はもう止まらねえんだよな。口コミ8。 そもそもマルチの勧誘で不労所得って言葉をよく使っていますが今あなたは営業していますよねこの時点で矛盾しているんですよねそこまで頭が回らないからマルチにのめり込んでしまうんでしょうが中途半端な能力しか持たない凡人なら変な副業や儲け話に飛びつくより山パンでバイトをした方がましですそれなりの勉強すらしてこなかった人と元手のない人は不労所得とか無理なんですよ株式投資だって時事問題に何も興味ありません政治の話とかしたくないですなんて人はなかなか難しい ですし口コミ9子どもの時に母親がアムウェイをやっていたのでなんとなくマルチはどういうものなのか分かっていましたそこから24歳になりもしお金になるのであればイメージが悪くてもやってみるかとニュースキンに挑戦ただやってみた感想としては本当に無理ゲーです下との縁が切れるとお金になんかなりませんそれに毎月2000ドル分は知り合いに売らないとダメさすがにお金にならなさすぎて自分もギブアップ興味を持った友達には絶対やめろと強く言いました おいしい話は庶民なんかに降っては来ないんですよね。口コミ十。大学生である息子が簡単に稼げるアルバイトがあると友人の紹介を受け業者の事務所に出向いた。 事務所では友人とそこの社員が入会金3000円と中国茶と浄水器30万円を購入すると会員になれる。そして知人に勧める、または会員にするとマージンがもらえると勧誘。誰にでもできる仕事であり簡単に稼げる。中には月100万円の報酬を得る者もいる、などと説明され洗脳。魅力的なビジネスだと感じて会員となったが、知人を勧誘しても誰も買ってくれない。会員にもならないので大量の在庫を抱えてしまった。口コミ11 20代、SNS で高校の先輩に誘われ飲食店に行くと見知らぬ男性がいました。彼は、この USB 教材を使えば誰でも簡単に儲けられる。先輩もこの USB で利益を上げたと言われ興味を持った。翌日、再度説明を受け、本当に儲かるなら、と契約。 商品代金は消費者金融から借金すればよいと言われ、ローンカードの借金で支払い。ただ契約後8日が過ぎた頃、マージンがもらえるから友達を勧誘するようにと説明を受け、その時になって初めてマルチだと気づいた。マルチ商法と分かっていたら契約しなかったよ。解約し支払った商品代金を返金してほしい。口コミ12。 お金に執着するととんでもないババを捕まされる。何もない自分こそが事実だということをまず認めようや。でも縁あって家族や仕事があるだけマシだろうさ。自分の価値をお金や自己実現などと勘違いするから引っかかるんだよ。樽を知るって言うじゃねえか。自分に不満がある奴はマルチやら宗教の勧誘があるから Facebook や Twitter なんかすんな。個人情報がダダ漏れだし、詐欺の温床で成功者の姿が目に飛び込んでくるから頭バグるんだよ。口コミ13 婚活パーティーでマルチに誘われた荒ー婚活女。ネットワークビジネスをやっている人たちって人脈って言葉好きだよね。婚活パーティーでは勧誘行為は禁止されているのにやりたい放題。ネットワークビジネスの人たちの立ちが悪いところは、今度パーティーやるから来てね。東京来たばかりで人脈を広げたいんだよね。みたいにはっきりとは勧誘しないところ。男を見たら詐欺師だと思えって、三浦さんの名言があるけど、本当にその通りだと思った。口コミ14。 マッチングアプリで知り合った女性にいい話があると言われ、事業者のオフィスに女性と言った。説明によると、マージャンのアプリを広めて自分が紹介した人が契約すると、契約金額の5%が紹介料として自分に入ると。 なお、登録料は24万円必要だが、紹介した女性はすでに70万円儲けたというので、自分も契約した。また、20日以内ならクーリングオフができるとも言われたので、信用して登録料を口座に振り込んだ。しかし、事業者は海外事業者で、アプリは英文。やはり不審なのでクーリングオフしたいと女性に伝えたが、返金されるのは手数料数万円を差し引いた金額だと言われた。口コミ15。 22歳無職です。2ヶ月ほど前、会員登録し、1ヶ月に2人販売員を勧誘すると、月に10万円の収入が得られる。こい友人に誘われ、会員登録するために、ファックスを5万円、クレジットカード払いで購入しました。私は無職ですが、契約書には前の職業を書いておいて、と言われましたね。その後、友人たちを誘ってみたけれども、断られ続け、収入にならないので、返済に困っています。解約できませんか ?5 万円支払ったファックスだって、まだ受け取っていません。 口コミ16。今日遊べるかと友達から電話。いい話がある。お前も儲かる。説明会の会場についていくと、別の勧誘員の話がスタート。振り返ると、内容は明らかにネットワークビジネスの典型的なものだった。車を買った。マンションを買った。トップは何千万円も稼いでいる。最初は30万円必要だけど、すぐ返せる。消費者金融で借りればいい。商品は吹っ飛ばす。 水を入れて足を入れてスイッチを押すと体から毒が出て水の色が変わる東京の美容室に貸すなどなどその後友達自分勧誘員の3人で話し合い悩んでいたら勧誘員からここで勝ち組になるか負け組になるか分かりますよね別にやめてもいいけど明らかに得な話だよと言われ契約した口コミ17婚活パーティーの女はひどいぞアムウェイと宗教勧誘ばっかりなのは本当に何とかした方がいいと思うし運営は何やってんだか 断るのが苦手な人は流れで入会して大変なことになる、俺みたいに。最初から慣れ慣れしいというかコミュニケーション能力バッチリで話してくる女は高確率でマルチ。それだけ話せるなら婚活パーティーなんて来なくても楽勝で結婚できるだろうな。まあ今は婚活パーティーに男が集まらないみたいだけど。口コミ18 新宿の婚活パーティーでマッチングした女に誘われて会ってみたらマルチでした。パーティーで1対1で10分くらい話したのですが、マルチだなんて全くわからなかったです。フットサル、みんなでゲーム、海外旅行、無添加食品などなど、男女のこととは関係ない話が盛りだくさんでした。新宿のパーティーは本当に怖いです。現在みんなお金に困っているから、マルチが大流行中です。ゲームとかスポーツを絡めて誘ってくることが多いので、知らない人たちは本当に気をつけてほしいです。口コミ19 マッチングアプリで知り合った女に誘われて役に立つからと言われてセミナーへ行った。内容は FX で利益を得ている人の話で必ず儲かるという FX の運用ソフト80万円の購入と入会を勧められた。ただ断ると女性と会えなくなるのではないか。いやいや無理と拒否するも消費者金融2社に連行。50万円ずつで合計100万円もの借金をさせられ支払い。業者からは毎日電話が来るが参考にならない話ばかり。言われた通りやってみたが全く儲からない。 後日誘ってきた女から本当は FX で儲けるのではなく友人を勧誘し入会させると収入を得られると教えられた口コミ20これで最後ですネズミ校の勧誘現場かファミレスで働いているけど月1くらいこういう人たちがどっとくるからよくわかる閉店ギリギリまでいてしかも全員個別会計しやがる閉店間際で20人くらい個別会計をさせられた時はさすがに誘うかと思った 何なら自分の食べたものを覚えていなくてなんだっけって考える時間が長すぎる。結果、レジの混み具合が異常になる。誰もが羨む金持ちになりたいのに、耳っちい考えの人間しかその場にいないという矛盾。いや、貧乏人の集まりだから、むしろ自然な光景なのか。以上がマルチ商法の罠をテーマとした当事者の口コミでした。皆さん、どう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。はい、本日の動画いかがでしたでしょうか 今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。